タイヤが回る時があるんですよ。何万回かに1回だから、その1回をひたすら探す旅ですので、ずっと漕ぐ中でたまに手首の角度を変えたり、あの後ろに掘り上げる手の角度を変えたり、もちろんそういうことをしながらずっと漕いでるんですけども、たまに全部がうまくいった時にスッと回る時がある。それを探してます。ロンドンで引退っていうのはもう公言してましたので、もう引退して4年ぐらい経っていて、でもどうしてもなんか僕はその引退した感じを感じなかったんですよ。なんかすごいギラギラというか、エネルギッシュなパワフルな意味のがすごい伝わってきたので、あれ復活しないんですか、東京決まりましたよみたいな。彼らの未来を見る目と彼らが作り出すテクノロジーに乗っかろうと。もしかして57歳のねプレイヤーが表彰台に乗るようなことがあったら歴史変わるぞと僕は正直思うんで、本気でいきましょうと。言葉はないですね。僕がかかったら本当まずいですね。とにかく誰とも会わない。もう家族だけですよね。マシンの持ってるポテンシャルをいかに引き出すかっていうのが僕の目標になってくると思うんですよね。最高に引き出せれば金メダルだろうし、本当にみんなの思いがいっぱいあるバトン、ぬくもりあるし楽しいし思い出深いし、本当にそっとね、あのフィニッシュラインに一番最初に置きたいなと思いますよね。